変化していくことを恐れない。自分なりの道を歩もうと。宝塚を退団して徐々に徐々に心境も変わるし、芸も変わっていくし、周りの状況も変わっていくということを恐れていては何にもできないので、宝塚退団してまた新たな世界で一歩一歩歩いている状況なので、前回のレオン・ジャックで CD を出した時とやっぱりその1年間でまた自分としてもちょびっと変化している部分で、ザ・アーティストさんみたいな感じとも違うでしょうし、でも舞台の役者としてのものとも違うかもしれない。この自分らしい表現が現れていたらいいなと思ってます。はい、